C は日本海軍の駆逐艦、四千4811号艦、立花型駆逐艦として、舞鶴海軍交渉で建造された。艦名は植物の C による。この艦名を持つ最初の艦船である。1944年9月18日に舞鶴海軍交渉で寄港、1945年1月13日に浸水し、 3月13日に竣工した。竣工後、訓練部隊の第11水雷戦隊に編入。瀬戸内海西部に開港され、開港当時は健在だった戦艦、ヤマトの姿に圧倒されたり、発電機の不良や搭載した重油に陣愛が混入するなどのトラブルがありながらも訓練に従事する。5月20日付で第31戦隊第43駆逐隊に編入される。 6月5日、文語水道で訓練中に触来して損傷。7月24日には、平成で回転発射訓練中に PE-51 と抗戦し、損傷はしなかったものの戦死者を出した。終戦時は無傷で、呉にあり、同地にて8月17日にアメリカ海軍へ引き渡され、武装解除を受けた。10月5日付で日本海軍から除籍された。 10月25日から外地からの福音輸送に従事した。12月1日付で正式に特別輸送艦に指定され、翌昭和21年12月13日までの間に沖縄日本を含め20回以上の福音輸送に従事した。1947年7月5日、ナホトカで賠償艦としてソ連に引き渡された。艦名は 自由なという意味のボーリルイに改められ、ソ連海軍で駆逐艦に相当する艦隊水雷艇に分類された。1947年8月中旬、ウラジオストクへ到着し、太平洋艦隊に編入された。しかし、活用されることなく、同地に行って1949年3月まで係留された。同月中旬に類別を標的艦に変更され、 艦名も TSL-24 と改められた。その後、1959年まで訓練用に使用された。その年の11月、ソ連海軍から除籍され、解体された。ボーリヌイの艦名は、30ビス号計画型艦隊水雷艇に受け継がれている。偽装委員長、青山豊四少佐。 1945年2月20日から1945年3月13日、駆逐館長、館長、青山豊四少佐、第二福音館、第二福音事務館、福音事務館、1945年3月13日から1946年8月2日、石戸石橋福音事務館、1946年8月2日から1947年1月10日、 武田慎太郎福音事務官、1947年1月10日、ありがとうございます。